の一種なんですけどね、フライトをね、1時半から始めるものですから、あと5分間しかないので、ね、ちょっと端折ってあげますね。はい、それではね、この子にもね、おやつあげていきますね。はい、それではまずサバからいきます。あ、すごいすごい。うお、食べてるでしょうね。よし、おお、まあ、この子もね、時々ね、こうお魚のぞいてしまわしたりするんですかね。しっかり飲み込むの見てからこうあげてますね。くる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 いきます。はい、それではね、今ここで餌食べてるこの子を紹介しますけど、この子の名前ミルクという子ですね。去年のね、12月4日にですね、5歳目になった、女の子、メスのクマなんですけどもね、先ほどちらっとキロル君におやつあげてるときね、ミルク遊ばらんよ、食べてるのね。遊んでる。せっかくケロロ君来てくれたけど一緒にできないよって言ったんですけどね、なんでかなと言いますとですね、一般的にホッキョクマ、まあ、繁殖年齢、繁殖適齢期が5歳以降からと言われてるんですね。ですからまだちょっとね、ミルク一緒にできなかったもんですからね、まあ、5歳になったということでね、まあ、今年の春、ね、からね、ちょっとね、同居に向けてちょっとね、頑張っていきたいなと思ってるんですけどね、あまり若いうちにね、一緒にしちゃってね、喧嘩なんかもしもしてしまってね、メスがね、オスたち悪いイメージ持っちゃうとね、このペアちょっとうまくいかなくなったりすると困るんでね、まあ、今までちょっと我慢してたんですけどね、落ち着きなさい。今日ね、きっとね、お客様からちょっとお年玉って書いて、このタンクをいただいてね、ミルクにあげてたんですけどね、それを置きるもんですからね、ちょっと心残りなんですね。キロルに取られるんじゃないかなって心配してるかもしれないですね。気になって覗きに行ってますね。ミルク、まだね、5歳になったんですけどね、まだちょっと落ち着きがなくね、チャカ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 してるんですね。ちょっとおてんばなんですね、この実はね。よし、それじゃあ、お魚なくなったからね、次これですね、細く切ってきました。これさつまいもです。茹でてあります。こんなもあげてます。ホッキョクマがこんなね、煮たさつまいも食べてるなんてね、思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、この子たちもね、クマの仲間なので当然ね、雑食性質、いろんなものを食べるんですね。まあ、ですけど、ホッキョクマに関しましてはね、生息地が非常に厳しいところに住んでますんでね、植物性のものそんなにお腹いっぱい食べ、ミルクおいでそんなにいっぱい食べれるわけじゃないのでね、この子たち痩せて何食べてるのって言いますとですね、アザラシなんかを主に取って食べてるんですね。ですからこう、クマの中で非常にこの肉食にこう偏ってるクマさんなんですけど、まあ、動物園で飼ってるんでね、栄養のバランスなんか考えますと、ね、いろんなものをこうやってあげてるんですね。お野菜とかね、いろんなのあげてます。ミルクどこにでもあんた、今日はちょっと落ち着かないです ね。今日から熊高のフライトも始まるんでね、もう向こうの担当者に早く終わらせるって言われてるんですけどね。よいしょ、こんなね、白菜なんかもこんなもんあるんですね。俺本当に悪い子だろうな今日。珍しいね、こんな中ね、落ち着かないのね。どうしたのあんた、おいでミルク、ほれ、よし、はい、それじゃあね、まあこれね、次ね、あげるものね、すぐお話ししておきますけど、これね、ご覧の通りトマトです。これミルク非常に大好きなんですね。こんなの食べるんですよ。はい、トマトね、大丈夫と、トマト非常に美味しそうに食べてるんですよね。この子、秋田の小川水族館というところで生まれた子なんですけどね、この子の母親のくるみというのがね、トマトの魅力に負けましたね、行きましょうでしたね。共同繁殖ということでね、うちから嫁いでいった子なんですけど、一番最初に生まれた赤ちゃんは釧路の子だよって約束したらうちに帰ってきたんですけどね、秋田にいる子熊の時からね、こうね、トマトもらってて、トマト非常に好きだよって聞いたらうちにこう来てからね、トマトやってるんですけどもね、非常にこう体にいいんじゃない、いいというんでね、こう期待してやってるんですけどね。これで面白いことで、これミルクこんなにトマト大好きなんですけどね、キロルにやったらキロルトマト食べないんですよ。同じクマさんだけどちょっとやっぱね、人と一緒でね、なんか好き嫌いがあるんですね。なんかね、ミルクちょっと落ち着いてちょんだい。よし、はい、それじゃあね、これもデザートリング持ってきてます。これで、ね、ちょっと格子から入りやすいにちょっと切ってきましたけどね。いいか、はい、
今一口で食べるじゃないですか。非常にこの子で好き嫌いもなくて、もういろんなもの食べてくるとってもいい子なんですね。テレビはちょっと癒しいのかなと思うくらいね、何でも食べるんですけどね。この子なんかね、よく、まあ、お客様からいろんなものいただき物なんですね。野菜だとか果物とかね。その中でもスイカなんかもこの子たちまた好きでね、夏にねスイカなんかもらってね、こうスイカこんな大きな玉ね、半分こうしてキロルとミルクでそれぞれあげるとね、キロルからはねもう紳士というかね、食べ方上品なんですよ。すごくね、札幌生まれは違います。で、夕方になってもね、スイカの器だけが残ってるんですね。こうね、なかなか綺麗に食べるんですね。この子だからもうね、スイカ大好物なもんですからね、もうあっという間ですね、カリ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 ってね、もう姿形なくなるまで食べちゃうということでね、非常にこの子ね、エリゴンの虫なんで何でも食べてくれるんですね。そしたらね、この子にね、この子にバニキ持ってきました。ちょっとあんまりにもね、ちょっとちっちゃかったんで2切れ持ってきたんですけどね、これ合わせてこれ何だろうかな、すみません、忘れちゃいましたね。バニキ持ってきてます。はい、ね、あんまりにもちっちゃいんでね、あっという間に食べちゃうでしょうね。普段から牛肉と馬肉ね、合わせてやってるんですけどもね。下に置いて食べるね、下に置いて食べる運動をちょっと見せなかったんですけどね。まあ一瞬のうちに食べちゃうんですね、こうやってね。あ、それじゃあね、実はもう何もなくなっちゃったんでね、これ最後ね、一つだけのお話はやめますけどね。ホッキョクマよく見た目から、こう、特に皆さんがね、こう、シロクマさんとかってホッキョクマのことを呼んだりしてますけどね、まあ、白く見えてるからシロクマさんって言ってるんでしょうけど、当然ね。ですけど、こう、白く見えてるんですけど、この子たちの毛、本当は白くないんですよっていう話毎日してんですね。この毛、白じゃなくて、本当透明なんですよ。色はないんですね、この子たちの毛ってね。透明なこうストローをこう、ね、思い浮かべていただきたいんですけど、毛一本一本が ね, こうね、中空洞になってます。で、光を通る特殊な毛なんですね、この子たちの毛ってね。で、その毛の中を光が、ね、通っていくときに、光がこう乱反射してこう白いように輝いて見えているという、まあ、そういう毛なんですね。だから決してこう白い毛というわけではないんですね。また今ね、ミルク歩いてますけどね、鼻筋だとか、まあ、頭のちょっとね、重要範囲なんですけどね、ちょっと黒く見えてるかと思うんですけどね、例えばホッキョクマ全部毛刈り取って裸にしたらね、中から真っ黒いクマが出てるんですね。皮膚、肌の色が真っ黒なんですよ。鼻先のここと同じように全身に回ってるんですよ、肌の色が真っ黒。だからなんとなくうっすら黒っぽく透けて見えてるでしょ、そう言われるとね。これもね、実はうまい組み合わせできてるんですね。先ほどの光の毛ですよね。その毛のおかげでこう光がね、肌、皮膚まで届いてるんですよね。すると黒い皮膚で効率よく光を、ね、吸収して熱に変えてるという、まあね、私たちがこう黒い服着てこう太陽に当たってると暖かくなってますよね。まあ、あれと同じことなんですけどね。また毛がこう空洞になってます、一本一本って言いますけど、毛が空洞になってるということはね、体の周りに空気の層が増えてるんですね。するとこう保温感覚が非常に高くなってます。私たちこうダウンジャケット着てるところと同じように、ね、太陽を外に逃がしづらい、まあ、そういう毛なんですね、この子たちってところね、実はね。まあ、そんな皮膚の色ですかね、毛の作りで、まあ、この子たちね、氷点下30度もなければね、非常に寒い、滑った？でもね、この子たちは過ごしられるという、まあ、そういう仕組みになってるんですね。この子もね、肉もらったらもう最後になって分かってるんでね、肉もらった途端にくる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 になるのね、諦めてますけどね、もう私何本やってもあげないの分かってますからね。そろそろクマタが来たかな、ピーピーピーって鳴き声してるからね。あ、5分過ぎちゃった。あ、それじゃあね、これでホッキョクマのね、パクタクタイム終わりますね。よろしかったらあちらの遊具の下でね、クマタカという鷹がね、行ったり来たりでこうね、うちの職員